ですからですね、こうやっぱこう下の方でですね、こんな風に椅子とかにとかですね、テーブルとかに置いて、人間よりも下でまあ遊んであげたりとかするといいと思いますけどね。で、よくなれますよ。あくまでも人間、飼い主が上とっていうような感じがいいと思いますけどね。よいしょーね。よし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 。そう、やっぱ飼い主が上と、これがいいですよ。ズズズズズズ。とインコのですね、こう鳴らし方、手乗りにし方ですね。こううまく手乗りにするポイントのナンバー2ですね。2番編です。これはご存知、ウロコインコですけどね。この前、動画に出演していたインコですけれども、インコをですね、手乗りにするときはですね、人間よりも下でですね、人間の頭よりも下で撫でてやることがですね、非常にこれ重要なんですね。これなんでかと言いますとですね、人間の上で、例えばどっかに上とかちょっとまあ棚とかですね、止まったところで撫でてやるとですね、インコはですね、自分は人間よりも偉い存在である、上の存在である、こう上級の商談、あれですね、上級の存在であるというふうにですね思ってしまってですね、そうするとつまり人間を下に見てしまうわけですね。でこれになると当然慣れは悪くなりますね。まあ、よくはないわけですね。ということはこのインコを撫でたりとか、まあ、お世話をしたりとか、こうカキカキ撫で撫でをしてあげる時っていうのはあくまでも人間の顔よりも下でやることがポイントなんですね。こうすると人間が上、